よし、また時間ができたので今日も収録していきます、今日のトピックは、ポッドキャストの音質は空間を想起させる重要なファクターである件というテーマでお送りしていきたいと思います。実はですね、ノイズはあった方が良かったりとか、ちょっとした空間を想起させる音は意外と入れといた方がいいということがですね、なんか最近長くポッドキャストを聞いていく中で感じましたので、今日はそのことについてシェアしていきます。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組をお届けしております。ポッドキャスターに関係する最新のテック情報や機材レビュー、海外情報、ライフハック情報をApple Podcast、Spotify、Stand FM、そして最近は YouTube、まもなく登録、まあわずかですけれども500人、そんなチャンネルを運営しております。よろしくお願いいたします。今日のテーマは、ポッドキャストの音質は空間を想起させる重要なファクターであるという件についてですね、雑談形式で話していきたいなと思います。多分、この番組を聞いてくださっている方は、たくさんのポッドキャストを聞いていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、そのポッドキャスト一つ一つ多分これといって同じ音質はないと思うんですよね。で、音のファイルで音質、その使ってるマイクや使ってる空間も違うし、あとはそのプラットフォームによってはですね、少し高画質で、まあ、高音質で配信できるところもあれば、割と音が荒いようなところもあるかなと思います。個人的にはボイシーなんかもうちょっと音質上げてもいいんじゃないかなと思うんですけどね、ザラザラしてる感じの音がするんですけれども、まあそれはさておき、ですね、そのそれぞれの番組にそれぞれの音質があって、でその番組を聞いた時に、あ、この番組のこの音これだよねみたいなね、 なんか帰ってきた感がね出るんですよね。何こうザラザラしてるとかいう音であっても、なんかそのノイズが心地いいみたいな、あ、この番組はこういうのでありだよねみたいな、ありますね。歩きながら配信したりとか、山を歩きながらね配信してる人もいますので、まあ、そういう山を歩いてる時のこの草をガサッガサッガサッって、踏む音、まあ、そういうのも入ってるとかね。あとは古民家で収録してて、古民家で夏だったりするとスズムシの音がちょっとね、こうガーなんかスー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 鳴いてたりとかね、スースーってなんかなんかねか、まあなんかそういう感じでですね、こうその人の音ってあるんですよ、配信者さんの。だからなんだろうな、一概にこう全部いわゆるスタジオで撮ったような完璧な音というよりも、少しまあ空間の音、空間のノイズですね、それを入れておいた方が逆に好感度が持てるというか、リスナーさんからするとなんかこう、あ、この人の配信を聞きに来たっていうですね、帰ってきたっていう感じになるんじゃないかなというふうにね、私は結論になりました。例えばね、ママさんの配信でしたら、まあ食器洗い機のこの水のガジャガジャいう音が入ってもいいかもしれませんですし、さっき言った古民家でやってる人であれば、スズムシの音とかね、外の風の音が入ってくるような感じでもいいかもしれません。はい、ハイキング系でしたら山をね、草をこう山を登りながらね、虫の音がするとか、草を踏む音があってもいいのかもしれません。はい、あとはバーで配信してる人であればですね、このバーのなんかこう、お客さんがなんかドアをカランカランってね、開ける音とかね、なんかそのこう階段、人が降りてくる音とかね、そんな音もあってもいいのかもしれないですね。これはちょっと雑談、余談ですけども、東中野にある、そう、あの雑談っていうポッドキャストバーのですね、番組があるんですが、それをちょっとたまたまこの前聞いていたら、なんかあのこう収録は多分手話の MV7 とかでしてるんですけど、やっぱりこうどうしてもこうノイズっていうか、ノイズってわけじゃないけど、ちょっと周りの音が若干入ってくる時とかがあって、あ、なんかそういう周りに人がいる環境で収録してるんだなとか、そういうバーみたいなところなのかなみたいな、そういう空間を想起させるっていうですね、ところに感じがしましたね。まあ、この番ポッドキャスト大学もそろそろそういう感じにしなければいけないのかなと思うんですが、
まあうちはね、あのいいマイク使って、まあいい、まあいい BGM か分かんないけど、BGM 入れてやってるので、ちょっと何とも言えないですけれども、はい、これはうちはうちなりのですね、あの良さがあるんじゃないかなと思っておりますが、皆さんのところはいかがでしょうか。じゃあ、ここでダイナミックマイクと、コンデンサーマイクどっちを使った方がいいのか、こういう空間を想起させるためにはどうすればいいのかみたいなね、そのなんかアットホーム感を出すためにはどうすればいいのかっていうところなんですが、私の結論はですね、コンデンサーマイクですね。コンデンサーマイクの方がなんかこう、なんつうかな、こう、まあ繊細であり、こうね、あの全体的に拾ってくれるっていうところが、私はこういうね、その空間を出すのであればコンデンサーマイクかなと思います。もうがっつり人の声だけ届けたい、人の声だけ入ればいいってですね、そういう感じであればダイナミックマイクでいいかなと思います。はい、ですね、コンデンサーマイクだったらちょっとこう少しなんていうかな、ちょっとこう広い空間、ホールっぽい感じでのところで収録したりすると、そのホール感も出るしね、場所がそのまま音質に乗っかるっていうところがすごい好きだなと思います。皆さんはどうでしょうか。はい、でもコンデンサーマイクはね、ブルーイエティもコンデンサーマイクなんですけど、使い方間違えると結構ノイズが乗っちゃったりとかするので、使い方にはね少し気をつけっていうか、まあ少し知識がある方が触った方がいいのかもしれないなと思いますね。この前も X のポストでポッドキャストクリエイターのコンさんがブルーイエティの使い方間違ってるみたいなね、ノイズばっかり入ってる主力の人いますみたいなね、そんな コメントというか投稿されてましたけど、まさにその通りで、ブルーイエティ私も持ってるんですが、使い方間違えると結構逆にこううるさくなったりするのでですね、気をつけていただきたいなと思います。でですね、最近ですね、この私が長く聞いていたボイシーパーソナリティの周平さんの1年後の自分を楽にするラジオ、こちらですね聞いていたんですが、ある時ですね、AT コンデンサーマイクの AT2020 からなんと、マイクを更新されまして、シュアの MV7、まあ、これ人気のダイナミックマイクですよね、配信用の MV7 になってですね、そして、新しい、なんだろう、LLAC ハウスっていうところで、まあ、いわゆるコーワーキングスペースなんですけど、そこにMV7 を入れて、収録していたんです、されていらっしゃったんですけど、その音質を聞いたときに、確かに MV7 の音、すごくいいんですよ。声だけちゃんと拾ってくれる感じなんですが、少しなんかね、この空間の情報が乗らない感じがして、確かに声はしっかり入ってるんだけど、なんかその人らしさがなんかこう乗ってこないなっていう感じを正直思っちゃったんですよね。以前の、まあ、AT2020 コンデンサーマイクで、公民家で撮られてた時ってすごくね、空間の情報も入ってきて、ああ周平さんの番組聞いてるなっていう感じがしたんですけど、ちょっとね MV7 になって、まあ音質的にはすごく私は満足なんですが、なんか周りの情報が乗らなくなるのはちょっとこう、その人らしさが失われちゃうのかなってね、今までのスズムシの音が懐かしいなみたいなね、そんな風に思ってしまいました。はい、ですので、まあ、何を伝えたいか、によってですね、こういうマイクの使い分け、そしてポッドキャストの音質というのは皆さんが考える以上にこういう空間的なものを、まあ、想起させたり、帰ってきた感、あとはそうですね、その人なりのものをですね発信できるツールになっていくので、ぜひ検討していただきたいなと思います。まあ、検討するからといって何か収録の方法を変えるわけじゃないですけど、まあちょっとノイズがあってもいいじゃんっていうところのですね、そういったところにつながればいいのかなと思います。はい、そしたらマイクは何がいいのかなと思ったんですが、特にコンデンサーマイクは難しいですね。本当に扱いは難しいんですけど、まあ、さっき話した AT2020 もそうですし、 AT2035 もいいマイクですし、あとね、今だったらね、そう、私はロード推しなんで、ロードの NT1 の第5世代とか、この辺すごく使いやすいでしょう。こちらを紹介したブログ記事とか、リンクがあるので、ちょっとこれ概要欄の方にリンクで貼っておきます。はい。
ロードの NT1 第5世代おすすめでございます。なかなかそれなりに、うん、いいと思いますね。マイクのショックマウントもついてくるし、うん、ケーブルもついてくるしと、で USB-C で収録できるし、うん、全然いいこと尽くしのマイクになってます。はい、ということで、今日はですね、ポッドキャストの音質は空間を想起させる重要なファクターであるというテーマでシェアさせていただきました。多少ノイズがあったっていいじゃないですか。多少洗濯機の音入ったっていいじゃないですか。うん、多少虫の音が入ったっていいじゃないですか。それがあなたなんだから。いや、偉そうにすいません。そういうことでですね、ちょっとノイズがあっても、まあそれをですね、売りというかあなたらしさに変えちゃっていってください。今日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。リッキーの X 山西ポッドキャスト情報やライフハック、ガジェットに関する情報を発信しております。新着を見逃さずに、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。最近だと Spotify でですね、コメントを返せるようになっております。 Thank you very much for tuning in Ricky's Podcast Courage. This podcast has been brought to you by DJ リッキーがお送りしました。 Have a wonderful and fruitful day. Don't forget your smile. 素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。 This podcast has been brought to you by DJ Ricky.